見えるカリカンメルマラ。 こんにちは。一般社団法人会館 JP の村松大輔です。本日はですね、こう一生懸命一生懸命一生懸命やっているのに全然こう変わらないという方とですね、この本を読んだり YouTube を見てスルッとこう人生変わりましたというふうにね、えー、感想いただく方とそれぞれあると思うんですけども、じゃあその違いなんなのかと。で、こちらの本もですね、あのー、結構多くの方読んでくださいまして、で、まあ本がな7万部を超えましてですね、ありがとうございます。で、この中身にもこうありますように、こうパラレルがこう変わりますと、 パターンとか変わるという風にして、でどんどん変わられる方もいらっしゃるし、でなかなかこう動かないという方もいらっしゃるんですけども、私自身もかつてですね、こうなかなか動かなくて、で今回また新しくこう出させていただきまして、こちらがです、ね、10月21日発売になるんですけども、この色合いが本当にこう不思議なこう、 金とも銀とも言えない、こう、見事な色合いでですね、えー、本当にこう、三幕さんが作ってくださいました。ありがとうございました。で、この中にも本当にこう、書かせてもらってるんですけども、この、ここですね。見えるかなほい。場を。 揺らすことで物質化する不思議というところなんですけどで、私自身がこう全然人生動かなかった時にこうやってもやってもやってもまたダメだとかですね、こう頭でこうやっていてで、人生変わる人っていうのは素直だと言われるんですけど、じゃあ素直って何なのって言ったら、あ、なるほどそういうことかっていうふうに、あ、 ってなって、あってなった瞬間に、この発信するものが変わるんですね。で、この理屈理論も当然必要で、で、理屈で考えながらこうやってると、その発信の、この感、フォトンってこう感情意識なので、こう考えてることっていうのも自分がどんなふうに感じてるのかとか、どういうふうに思ってるのかっていうことで、こう、フォトンを飛ばして、でこの場を、 場を揺らすですね。場を揺らすっていうことがこ起こるので、で、この周りも自分自身の体もこう場でしかないから、そこをいかに揺らすかということなんですね。で私自身が本当にこう、YouTube を出させてもらってるのも、この YouTube を通してですね、見てくださった方、あ、そういうことかっていう、あって、こう、このた5分とか8分のね、えー、動画の中で、あ、なるほどっていう、あって、 ってなった瞬間に、この例えば今まではね、なんで私ばっかりっていうフォトになったの、あ、なるほど、そういうふうに捉えれば、あ,ありがたいんだなっていうふうに、あってなった瞬間に、ありがとうのフォトに変わるので、場の揺らし方が変わるということなんですね。で、こう皆さん自身が、 ぜひ、こう、ご自身の人生をですね、かつてのビフォーの私がやってもらっても変わらないという状況から、あ、なるほどって、こう、素直にこう、動いていくというところね、で、本当にこう、ありがたい人生を歩ませていただいているように、皆さん自身がどん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 、こう、幸せだな、ありがたいな、っていう周波数をね、響き出していただければ、この皆さんの周りとか皆さんのお体も全部場でしかないので、体感、 今日もどんどん良くなってくるし、体のね状態も良くなってくるし、人間関係もどんどん良くなってくるかなと、えー、感じております。で、今回ですね、用意させていただいているのが、えー、ですね、こちらですね、えー。10月の29日の日曜日、2023年10月29日の日曜日1時から3時までなんですけども、このやっているのに変わらないという方に2時間ですね、私がこうお話をさせていただきながら。 で、オンラインでやりますので、世界からご参加可能でですね、で、皆さん自身が、あ、こういうふうにやれば人生動くんだなっていうふうに、どん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 こう感じていっていただければと思います。でまあ、配信の都合上ですね、締め切りをちょっと早くさせていただきまして、 今週の日曜日、10月22日の日曜日の夜、えー、1時あ、11時、23時59分までとなりますので、ぜひお心惹かれましたら、えー、お申し込みいただければと思います。で、そのお申し込みの URL はですね、 この you の youtube 概要欄にも付けさせてていいただいておりますで皆さんが本当にこう人生動いたっていうふうになっていただければ、この家庭環境すごく良くなるし、皆さん自身の、ね、このありがたい状態で人生を進むことができて、で経済状態もですね人間関係も豊かだな、ありがたいなっていう状態で動いていっていただければ、それがこう世界中にこう波及していっていただければ、皆さんの,この見える側のみならず、見えない側を大切にするっていう人たちになればね、えー 地球が本当に本当にこう素晴らしい形になっていくと思います。そうやって多くの方々が幸せだな、ありがたいなっていうね、周波数、そのフォトをね、どん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 飛ばしていっていただければと思います。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。